1メーターですから1ヤードですよ。ほぼほぼ1ヤードの距離をとにかく大事にしなさい。これをほぼ100発100中で入れるようにしなさいというふうに言われてました、うん、そうすれば実はここをこれを100発100中入れる力があれば3メーターも5メーター私は10メーターも15メーターも距離感をほぼほぼ分かっている、うん、これが一番何が難しいかというと視野に入ってるんです。カップ、うん、目の中にあるんです。だから難しいんです。だから視野の中に入っていなきゃいけない。僕、意外と僕視野が低い。要は、その一番何が大事かというと、目が動かなきゃいけない。このショートパットを成功させる、もしくはロングパットもそうなんですけど、頭が動くって、目がこのままじっとした状態で頭だけが動くっていうのは実は難しいんです。でショートパットで頭が動いたり体が動く前に必ず目が動いてます。目が動くことが目が動くことがこのパットをミスさせる。ですから頭が動いてあヘッドアップしてるとか頭が突っ込んだとか上体がブレたとかこれ全部目が動くことから全て始まる。ですからいかに目を動かさないでストロークができるかどうか、とにかく目を固定して、ですから一番ポイントとしてはよくやってたのはこのように番号を上にしてこの番号をずーっと見とく。これだけやって